シュラマル。ちょっとランコさん、これどういうこと？なんでうちの前に物を置いてあるの？何のこと？知らないけど。嘘ついても無駄。うち防犯カメラつけてるから全部わかるよ。変な紙袋が置いてあったからチェックしたの。バレちゃったのか。残念。ま、いいや。それサプライズね。サプライズ？そう、中身ね。私が作ったシュシュが入ってるの。何これ、爆発したりしないよね？するわけないでしょ。最近こういう手芸とかにハマってさ、作りすぎちゃったのよ。だからみんなに私の愛をお裾分け。いや、いらないけど。はあ？どういうこと？だって私がせっかく作ってあげたんだよ。作ってあげたというか、作りすぎて余ったものでしょ。いらないから持って帰ってよ。ひどい。せっかくサプライズしてあげたのに。水木さんってそういう女性らしいところがないよね。普通女の子ってサプライズ好きでしょ。あのね、そもそも私女の子って年でもないし、いきなり家の前に物を置いていかれるのも迷惑。しかもいらないものなんだけど。ひどい。とにかく持って帰ってくれないかな。でもシュシュだよ。水木さん髪の毛まとめたりするじゃん。使えるんだから使ってくれればいいでしょ。いや、私は自分で持ってるから結構です。こんな人の手作り品とか使いたくないでしょ。というかさ、ランコさんよくサプライズって言ってくるけど、ただの迷惑だよ。こっちの都合もちゃんと考えてほしいんだけど。こっちは人を喜ばせるためにやってるんだよ。だからそれが迷惑だって言ってるんだってば。それがわからないなら今後もお付き合いはしたくない。てか、いきなり集まりに便乗しようとしたりするのはサプライズでもなんでもないからね。じゃあどういうサプライズをすればいいの？だからすんなって言ってんの。したいなら旦那さんとか身内の人にしてよ。私はみんなを喜ばせたいの。自分の迷惑行為をサプライズってことにしてごまかしてるだけじゃん。本当に迷惑、クソ迷惑。とにかくこのゴミ早く持って帰って、邪魔だから。なんでそんなひどい言い方するの？信じられない。今までの積み重ねだよ。今までもこういうことが何度かあったし、いつもいい加減だし、しかもサプライズサプライズうるさいんだよね。水木さんって本当に意地悪。受け入れてくれない。いい年した大人なんだから、そりゃあ自分や家族守る方が優先だよ。なんでそこまで仲良くない人のために謎なサプライズ受けなきゃいけないの？とっとと持って帰りな。もういいわよ。取りに行けばいいんでしょ。私の名前は水木。夫と娘、そして猫のニャニャマルと暮らしている兼業主婦です。サプライズって人によって好き嫌いがあるよね。ちなみに私はサプライズされるの結構好きかな。ただ人に迷惑かけたり空気読めないものに関しては困るよね。ランコさんは自称サプライズ好きなんだけど、というか人に迷惑かけたのをサプライズだってごまかしてる感じ。何でもかんでもサプライズにすれば許されると思ってるのかね。そんなことあるわけないのにさ、こっちもそろそろお返ししてあげないとね。水木さん聞いたよ。旦那さんと記念日の旅行なんだってね。姉夫婦と妹さんがお泊まりに来てみんなで盛り上がるんでしょ。しつこ。まあまあ。じゃーん。夫婦の記念日旅行って聞いて15人の親族とサプライズしに来たよ。今ホテルの前で待ってるからね。交通費くらいは払ってよ。こっちもサプライズだよ。え？じゃーん。今みんなでおうち映画館してます。はあ？旅行仲間のジュエリーちゃんって友達がさ、前にホームシアターみたいなセットくれたんだよ。それ使ってみんなで映画館ごっこ、ポップコーンとか用意してさ、すごい楽しいよ。いやいや、ちょっと待ってよ。だって私聞いたもの。今日この日このホテルだって言ってた。うん、そう言ったよ。旦那と二人そういう話はしてたけど、それサプライズだから。サプライズ？ほら、サプライズ好きのランコさんにお返しだよ。よかったね。よくないわよ。夫婦旅行なら面倒起こしたくないからっておごってくれると思ったのに。なわけねえだろ、バーカ。あのさ、今までのやりとりで自分が嫌われてるってわかんないかな。え？私が？めちゃくそ大嫌いなんだけど。ひどい。むしろ今までいろいろな人に迷惑かけてきて疲れてると思ってたの。それはそれですごいわ。だってサプライズ好きでしょ。それはさ、好きな人にやってもらえるから嬉しいんだよ。嫌いな人にされるサプライズとかただの拷問だからね。
それにサプライズというか迷惑だから。やだ、お願い水木さん、見捨てないで。見捨てる見捨てないのレベルじゃないんだよ。本当に関わらないで。てか夫婦の記念旅行に親戚と便乗とか頭おかしいから。じゃあ待って、本当に困るの、私困るの。大丈夫大丈夫、サプライズだから。そんなサプライズ意味わからないわよ。だってさ、私と旦那が二人で歩いてたら尾行してくるんだもん。面倒だなぁと思ったんだけど、逆手に取ってやろうかなと思ってね。適当に遠い場所のホテル名を大きな声で話してあげたら、案の定わざわざ現地まで行ったみたい。しかも親戚引き連れてっていうのがなんとも滑稽だね。というのも蘭子さんって今回が初めてじゃないんだよ。以前も違うママさんが旅行に行ったら現地に現れたの。それでおごってくれるって約束した、あんたが忘れてるだけなんて大騒ぎして、そのママさん結局お金出しちゃったんだよ。そういう過去があるからやるかもなぁと思ってたらドンピシャ。そうやってお金を払うママさんも悪いよね。数日後。水木さん、なんか最近みんなが冷たいんだけど。あの旅行の後あたりからだから。これって水木さんのせいだよね。大丈夫大丈夫、サプライズだから。え、何が。いや知らんけど。いや知らないのにサプライズって何よ。だって蘭子さんのサプライズもそんな意味のわからないレベルだし、だから大丈夫大丈夫。ちょっと、これって嫌がらせじゃないの。誰にだって嫌いな人を避ける権利はあるわけでしょ。そんなことでガタガタ言わないでよ、面倒だな。ひどい。自分の頭がひどいって自己紹介しなくてもいいから。ちょっと待ってよ、本当に。なんかみんなあげたもの返してくるのよ。それも家の前に置かれるから困ってるの。そういうの嫌げ物って言うんだっけ。嬉しくない手土産、縫い目ボロボロなシュシュとか、腐りかけの野菜、中にカビが生えてるのか、猫のおしっこみたいな匂いの座布団。うわ、全部がいらない。別にいいじゃん、喜んでもらえると思ったのに。へえ、じゃあ草むしりした草を置きに行くわ。今ゴミ捨て前に庭で干してたんだよね、ちょうどよかった。そんなのいらないわよ。え、でもきっと喜んでくれると思うからさ、サプライズでお届けに行くよ。いらない、いらないから。あのさ、私らだっていらないんだよ、そんなゴミみたいなもの。うちらの家はゴミ置き場でも何でもないし、それに何か迷惑なことをして、それをごまかすためのサプライズ、それも全部迷惑だから。わかったわかった、もうサプライズはしない、だから許して、お願い。許すも許さないも何も、私は何もしてないよ。はっきりと蘭子さんのしていることが嫌だって言ってるだけ。周りもそれを見て、自分もちゃんと嫌って言おうとしてるんじゃない。じゃあ水木さんが言ってくれれば。何様のつもり。今回私たちは家で過ごしたけど、本当だったらさ、記念日旅行が邪魔されてたのかもしれないんでしょ。そんな人のためにしてあげることは何一つないよ。マジで調子に乗らないで。じゃあどうしたらいいの。旦那も怪しんでるの。最初は嫌がらせをしてくるママ友がいるって言ったんだけど、こんなに多くの人が荷物を置いていくのはおかしいって言うのよ。しかも中身見られて、私が作ったものってバレちゃって。結局反省する気持ちなんてないんだよね。どこまで行ってもごまかして、そういう人なんだよね。もう勝手にしてって感じなんだけど。私が離婚したら水木さんのせいになるんだよ。そうしたら嫌な気持ちになるんじゃないの。いや大丈夫大丈夫、蘭子さんの人生サプライズだから。今頃旦那さんもサプライズで離婚届用意してたりしてね。いやー、蘭子さんはサプライズで離婚届を用意じゃなくて提出されてたよ。これはちょっとびっくりなんだけど、蘭子さん少し前に旦那さんと喧嘩して記入済みの離婚届を渡したんだって。喧嘩の腹いせだったんだろうけど、その時もサプライズって言ってたらしくて、旦那さんはいつか出してやろうと考えてたみたいだよ。大切に持ってたんだってさ。アホすぎて話にならないね。サプライズ好きな人って個人的には結構可愛いなって思うんだよ。でも蘭子さんの場合はただの迷惑のごまかしというか、まああんな人のために考えるのはもうやめよう、疲れるだけだ。サプライズはさ、息苦しくて起きたらにゃにゃまるが顔の上にいる、このくらいがいいね。まあすっごい苦しいんだけどさ。最後まで見ていただいてありがとうございました。
チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。